はい、今回はですね桜井翔一会長のお話をしたいと思います、えー、桜井翔一会長っていうのはねあまり知ってられてない部分もありますけども、まあ、私はねすごく大好きでそれはですねマージャンを一つ教育の材料として扱うことができるなっていうところなんですよでこの桜井翔一会長の名言の中でね、えー、あるのがですね不安や迷いの原因は 感動、感謝、感激が足りないことに起きるよって言ってます。えー、つまり、不安や迷いっていうのは、まあ感情の問題ですよね。で、なんでそういうことが起きるかっていうと、感動してないんですよ。感激してないし、感謝してない。つまり、こういった誰かから与えられる喜びとかあ、まあ癒しとか、嬉しいなっていう感情に気づいてないから、自分の中で生まれる不安とか、 迷いってものが増幅しちゃうんですよね誰しも不安や迷いってのあるわけですよでも感激とかね喜びとか嬉しさってものはこっちにあるとこっちの方が重きを置いて行動の原理になってくるわけなんですよでビビってばっかりじゃダメなんですよその先に何があるのかなそして自分を支えてくれてる人は誰がいるのかなってことを思えばそこはあやっていけるんじゃないかなと思うんですよねだから日々腐っていっちゃダメなんですよね でこの日本はもう終わりだっていう風に思うのか、まあ、戦,業戦後焼け野原からねここまで持ってきてくださってありがとうとじゃあ俺も何かやらないとなっていう風に思えるのかなんですよ、うん、つまり今の日本にも欠けてるものがありますでもそこにばっかり目を向けて不安や迷いに原因するのかそれとも以前は圧倒的に何もなかったけども今はそれが整備されてるよねと電気もガスも水道もあって食べ物に困ることはないよねって嬉しいなバイト先もすぐに近くにあるぞみたいなね そう考えていくネットにもつながれる感、まあ、感謝感激ですよ、ね、でそれを77年前のね戦後の焼け野原の人と比べてどっちが不安や迷いがありますかもしかしたら何もない時の方がもうやるしかないっていうね不安や迷いどころじゃないような意欲があったのかもしれませんよね。で本田健介さんのねあの成功に取られるのは成長に取られるっていうのは実は桜井会長も同じようなことを言っていて。 マージャンをした時にねその一回一回の勝ち負けにとらわれるなと一回やったら一回分強くなってりゃいいんだというふうに言うんですよだからここも本田圭佑さんの名言と共通するかなと思いまして今回採用させていただきました FX もそうなんですけどねすぐにいくら勝っていくら負けたっていう議論になるんですけども違うんですよ負けたけども力がついた負けたけどそこから学ぶものがあったその積み重ねが未来への資産の構築になるわけですよね FX で今日から稼ぎ続ける日を送れる。そんなこと思ってる人はいないのになぜか今日買ったら力がついたつもりになるんですよ。これが間違いのもとです。力がついて結果的にロスカットを食らう。力はないけども結果的になんかプラスになっちゃった。どっちも不正解ですよ。力があってロスカットを食らう。力があって利益を出す。これが正解だと思いますよね。つまりテクニカルに忠実になってても一定の確率で負けるってことなんですよ。だからこそ 今回の負け、勝ちに関わらず、自分の成長はどのぐらい、どこにあったのかなってことを正確に見抜いていただける先生の存在とかが必要になってくるわけですよね。これで良かったでしょうかだったらね、結果はこうだけどこうだよね。もしくは、結果はこうなんだけども、でもここを忘れちゃいけないよっていうふうに、結果以外のところで様々な気づき、アドバイスをいただけるっていうのが、コミュニティの強いところだと思います。FX オリガルヒ、いらっしゃってください。 今週は特別セール週間でございます限定2名いってらっしゃい